シムルームのイディン神王の名。一文字目の目字が神聖を象徴する。この文字は、アンと読むこともでき、四文字目に再び使われている、は、エヌという音を示す。イラクスレーマニア博物館修造の碑文。ディンギルは、シュメール語で神を表す単語。設計文字のは、神名などに使用される、限定符として、広く使われており、その場合、目字である。歓迎 ラテン文字へ本字する際には、植え付きで D とする。例えば、女神イナンナは、設計文字では、ラテン本字では、ジナンナと書かれる。設計文字の自体は、もともと、シュメール語の単語案を示す、表意文字であった。その後、ディジュルを示す、表語文字、シュメールの最高神案、あるいは音節、案を示す、表音文字としても用いられるようになった。さらに、 アッカド語では、アイラムを示す、標語文字、あるいは音節、イル、を示す、標音文字としての用法が付け加えられた。筆体と語の聖書法においてこの文字は、音節、アン、のみを示すように戻された。シュメール語における神聖の概念は、設計文字のが天空をも意味していたこと、それがもともと星をかたどっていることからも明らかなように、天空と密接に関係している。 そのためシュメールの神は空に光り輝いて、権限するのである。シュメール語設計文字のディジュルは、もともと星をかたどったもので、講義には神、教義には、シュメールの最高神案を示す文字であった。天空を意味し、大地を意味する木とは対象をなしていた。エメサルにおいては、ダイマーと発音された。ディジュルの複数型は、ディジュルディジュルと書かれることが多い。 アッシリア設計文字のディジュルには次のような用法があった。場合によっては、アッカド語のエール及びエーンツと同様に神官を意味する。例えば、ニン・ディンギルはエリズ氏の延期神殿で給食を受ける、女神官を意味していた。ユニコードでは、アンという名前で、U プラス1 2 2 d にエンコードされている。ありがとうございます。